さあ、それではケーキの登場お願いします。ハッピーバースデーハッピーバースデー、嘘やったー、ハッピーバースデートゥーユー、やったハッピーバースデーカイトくん、やったー、嬉しい、マジでハッピーバースデートゥーユー。今日川崎行ってたんじゃないの？マジで嬉しいやつだ、これマジで嬉しいやつだ、どうしよう。あのメイクしてるから分かりづらいと思うんですけど、耳を映してもらっていいですか、うん、あの真っ赤です。これすごいこと、真っ赤です。すごいこと、涙隠れてないマジで嬉しい。いや、ありがとうございます。いや、あのね、もう本当、もう今ずいぶん大体40分ぐらい時計ないじゃん。このコーナーに突入するのが、まあ、20分の後半ぐらいですって言ってて、うん、あの今40分だ。めっちゃ喋ってんなあいつって。俺ね、一人でめっちゃ喋るのよ。いや、まるで二人で喋ってる時思い出すかも。どうも皆さん、すいません、内田雄馬です。あのビフォアゾーンが出た、内田雄馬ですね。マジで来んだもんな、すげえ汗かいたよ。いやで、これあの本当に2日3日前ぐらいに、うん、連絡来て、うん、なんかこういう話来てるんだけどって言われて、あ、行きますっつって。大丈夫だったのスケジュール。いや、本当にさっきまでカイト君に連絡したんだけど、その川崎に行ってて、仕事で川崎に行ってて、でこれ時間間に合うのかなとか言ってたんだけど、うん、もう頑張ってやって間に合ったね。俺よかった、トーク引き伸ばしたんだよ。そのために、そのためだったの。いや、助かったわ。いや、さすがだわ。ということで、今スタッフさんがケーキを切ってくださっていますのでね、いやー、おめでとう。痩せなきゃいけないしね。増量かもで、ちょうど、え、僕も増量です。嘘つけよ。嘘つけよ。今必死で増量。増量止めてますよ。あ、来た。来た。いや、こんな、え、マジで一番嬉しい。いや、俺本当知らなかったんですよ。本当にね。マジで知らなくて、今日ゲストいるとか何も聞いてないから、あの、本当に今までのサプライズで一番嬉しかった。確かに若干弱めの曲入ってましたね。弱めの曲。弱めの曲。クッションがね。一瞬泣くかと思ったもんね。サプライズ嬉しいってこういうことなんだって。カイト君が嬉しい時に出てくるやつだね。いやー、完全に。嬉しかった。いや、嬉しい。それ俺も嬉しいわ。びっくりした。いや、でも本当にドキドキしてる。鼻の頭の汗がすごい。本気のやつ。いやー、食べよう。いただきます。ハッピーバースデー、俺。ハッピーバースデー。うん。うめえな。いつ来たの？あのね、本当に10時過ぎてから。始まってからずっと。マジか。ってことは、ちょっと見てたの？ちょっと見てた。軽快なカイト君のトークを見ていたよ、俺は。もうね、仕事をしてるとこ見られたくないな。なんでね、この、わかります？身内か。この地元の友達に仕事してるとこ見られたか。特に一人喋りの時はね。ならユーマくんのビフォアドーンの、うん、あのショート MV も流しましたよ、うんうん、かっこよかったよ。超かっこよかった。ダンスも含めて。あ、本当に、うん、みんなも見てほしい。曲だけじゃなくて MV も見てほしい。マジで。見て本当にみんな。 iTunes でも売ってるし。見てほしい。そんなカイト君に、はい、ちょっとだけ歌います。歌います。はい、歌います。一曲作りたいなみたいな気分が。いや、ちょっとだけビフォードーンを。え、あの誕生日なんで。それは、え、うん、ほんえ、ま、うん、ちょっと待って、今複雑な思いが。すごい、石川海人としては嬉しい。石川海人としては嬉しいんだが、ファンとしてはですよ、うん、ライブで聞きたいっていうのがある。ああ、難しいところ。どっちがいい？オリジナルバースデーソングとどっちがいい？究極の急に気になってきちゃってる今。、うん、どうしようかな。みんなどっちがいいかな。どっちがいい？みんなどっちがいいかな。オリジナルバースデーソングと。、うん、それでは歌います。石川海人君に捧げるバースデーソング。お。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー海人君、いつも本当に一緒にいてくれてありがとう。
5年くらいもう経つけど、カイトくんの実家のところでなんか暗闇で写真撮った時から、俺は一緒にいられて本当によかったよ。これからも長い付き合いになるけど、これからもよろしくね。次はどこに一緒に行こうかな。次は江の島、それとも俺大ハピレイでそれ聞いたよ。遠いところでもどこにいても。きっと楽しいことできると思うから、これからも一緒にいてください。はい。最初の歌い出しが、ええ、ずっと一緒にいてくれてありがとうは、それは彼女にやるやつだ、うん、彼女にやるやつなんだよ。いやだってそれ以外に言えることないじゃんほら。もうだってその時の写真見せていい、うん、あ、いいよ。これね、どういうカイト君のね、実家ね、実家の自分の部屋なんですけど、いやここにエスカのクッションとチェインバーの後ろ頭が見えてるんで、これマジで俺の部屋なんですよ。そう、これも本当に何の気だとか2013年ぐらいですよ。そう、まだアーティストデビュー決まってない、何のに主演も何もやってない。そんな時にあれこの当たり方 CD のジャケットみたいじゃないすごいな、まさかマジで CD のジャケットになるような男になったと、うん、いやまあそう本当にだから、これからここから全部見てくれてるのは本当にカイト君だけなんですけど、そうですよ、この今の内田優馬はだってまだ一回も世に出たことない年齢のやつだもんね、うん、本当に多分イベントとかもまだ出演していない頃なんで、うん、本当に本当にまだ何もそれこそ、ね、いやこれ懐かしいね、懐かしい、これめっちゃ懐かしいよね。部屋汚ね。いやすごいね、うん、いっぱいいろんなものを置いてあったの、今のカイト君から想像できない家だわこれ。そうだね、もうユウマ君が寝る布団も敷いてあるしね。そうね、この三つ折りのさ布団をさ、そうそう、これ、ね、持ってきてくれ、これユウマ君この後3日ぐらいうちいたんだもんね。これねめちゃめちゃ懐かしいよ。そうだわそうだわよ、そんなあなたももう25歳にねえ、そんな直後にね、ほら俺も声優の新人賞を取って、姉さんの新人賞の時のドレスの写真もありますよ。あー、なんか姉さん若っ、若い。姉さん若いな、なんか、ね、軒並み目つぶってんだこれ。全部目つぶってんじゃん写真。うわーすごい。懐かしいですね。こんなことあったね。ありましたね。いやーこれ終わんないからちょっとそろそろ番組しないと締めないとまずい。こんな雑な終わり方でいいのかな。いいよ、また来るから。え、あ、マジで。マジで。シングル発売のタイミングで来てくるの。あ、いやでも今日呼んでいっぱい呼んで。え、呼んでいいですか。マジですか。ぜひともお願いします。あのファンがやってる番組なんですけど大丈夫。大丈夫ですか、まあ、そうですね、身内の番組なんで、あ、身内なんで、うん、よし、ということで、ね、この番組は石川海人と、はい、内田優馬でした。はい、バイバイ、おめでとう。 Blooming before this darkest sky has gone